アーザル・ミートフトはサーサーン・アサの女王。彼女はホスロー二世の娘であり、いとこのシュプル、アイ・シャーバーズの後を継いでペルシアを統治した。アーザル・ミートフトはホスロー二世の娘である。母親は知られていない。数多くの兄弟とイボ兄弟がおり、マルダーンシャー、ジュブンシャー、ファルフザード・ホスロー五世、カワード二世、シャフリアール。 そして、ボーラーンなどがその中に含まれる。彼女の父ホスロー2世は628年に、サーサーン・朝の貴族たちによって配位され、息子のカワード2世が取って代わった。彼は兄弟たちを処刑し、分文者とカルフザードホスロー5世だけが身を隠すことに、成功した。数ヶ月後、カワード2世はペストで死亡し、7歳の息子をアルダシール3世が、王位を継いだ。 この幼い王は1年後には、サーサーン朝の将軍、シャフルバラーズによって殺害され、彼がサーサーン朝の王位を戦勝した。40日後、シャフルバラーズは、アスパーフバド家の一派である貴族ファルフ・ホルミズドによって殺害された。ファルフ・ホルミズドの一派によって、直ちにボーラーンが女王であることが、クテシフォンで宣言された。彼女はしかし、 戦勝者シャフルバラーズとホスロー2世の姉妹マーロンの息子、シャープール5世によって後に廃位された。しかし、シャープール5世はパーシグ派として知られる将軍ペーローズ、ホスローの一派から承認されなかった。シャープール5世は排除され、アーザルメ・ミードフトに機会が巡ってきた。ペルシア派との連帯と権力の掌握のため、ファルフ・ホルミズドはアーザルミードフトに結婚を申し込んだ。 アーザルミールフトは、あえてこれを拒否せず、ミフラン家のシーバク氏の協力を得て、彼を殺害した。彼は、かつての巧妙なスパーフベドで一時賞の王を称した、バフラーム長瓶の孫である。しかし、彼女はその後すぐに、ファルフ・ホルミズドのムスコロスタム・ファルフザードによって殺害された。彼は、ボーラーンを大いに戻した。ありがとうございます。